人には自分の誕生日から導き出す運命数という特定の数字を持っていることをご存知でしょうか。この運命数とは別名ソウルナンバーやラッキーナンバーとも呼ばれ、古代ユダヤが発祥とされるカバラ数秘術が原型だと言われています。戦術的、運命学的にその人の特徴や運勢、そして運命を読み解く重要な数字とされる運命数を意識し、それを受け入れあらゆる場面で活用することで幸運を引き寄せることができると信じられています。そこで今回は運命数の簡単な算出方法とその数字が持つ意味や性格診断を分かりやすく解説いたします。さらに動画の後半では宝くじ購入時に役立つ運命数の具体的な活用方法などを合わせてご紹介いたします。メモとペンをご用意いただき、ぜひ最後までご覧ください。運命数の算出方法。例その1、例えば生年月日が1969年3月2日だった場合、数字をすべて一桁にして、それぞれの数字をすべて足していきます。このように30となります。今度は足した合計の10の位と1の位の数字を足します。すると最終的に3となりました。この場合この方の運命数は3となります。このように最終的に一桁になるまで繰り返して算出します。例その2、マスターナンバーの出現について。例えば生年月日が1975年12月8日だった場合、この方の運命数は33となります。イレギュラーですが、この段階でゾロ目になった場合、運命数は33で確定となります。その理由としては11、22、33の3つのゾロ目限定で特別なパワーを持つ数字とされており、マスターナンバーという称号で呼ばれ、特に運勢について強運と言われているといいます。マスターナンバーにはそれぞれタイプがあり、運命数が11の人は最強運の持ち主、運命数が22の人はリーダータイプ、運命数が33の人はカリスマ性を持ったタイプ、このような傾向があると言われています。ご自身はもちろん、ご友人や知り合いの方でこの運命数を持つ人を探してみてはいかがでしょうか。運命数から導かれた性格診断。運命数1、才能も運も持ち合わせているが小心者、義理堅く深い愛情の持ち主。運命数2、頭脳明晰でロマンチスト、優しい心を持つ癒し系。運命数3、面倒見がよく芸術的センスがある、ストレスをためやすい性格。運命数4、働き者で努力家、リーダーシップはあるがクールすぎて人間味がない。運命数5、機転が利き短気で敏捷、マイペースで安定思考型だが恋愛下手。運命数6、愛嬌があり世話好き、八方美人で愛情が深いが裏切りは許さない。運命数7、洞察力と先見性は抜群、パワフルだがデリケートで傷つきやすい。運命数8、実力者タイプで正義感が強い、金運はあるが考え方が極端すぎる。運命数9、心が広い、記憶力が良く天才派だ、寂しがり屋で浮気しやすい。宝くじ購入時に運命数を取り入れる方法。宝くじに当選する人の中には、この運命数を取り入れることで見事高額当選を手にしているケースが実際にあるといいます。その代表格として、これまで
さまざまな宝くじで総額5億円以上の当選金を獲得してきたという大変有名な宝くじ長者高坂元助氏は、自身の著書の中で宝くじに関連する数字に運命数を用いるという方法を詳しく解説しています。例えば運命数が1であればジャンボ宝くじなら頭の数字が11万番台を指定して購入したり、数字選択式宝くじであれば1が入った数字を入れたり、購入口数を11口にしたり、さらに購入日を1日や11日に合わせたりと1を絡める購入法を徹底するといいます。では当チャンネルがご提案する宝くじ購入時に運命数を取り入れる方法を具体的に解説いたします。宝くじ購入のシミュレーション。2という数字が絡む日に02、12、20から29、32、42など2を組み込んだ数字選択式宝くじ、またはシーズン系宝くじを午後2時台に2口購入する。なおシーズン系宝くじをネットで購入する場合は数字の指定はできません。また宝くじ売り場の実店舗であっても組数など数字の指定ができない場合があります。このようにご自身の運命数に徹底的にこだわることがポイントとなります。いかんせん細かい縛りが多いので、事前に購入計画を立ててからチャレンジするのが良いでしょう。いかがでしたでしょうか。もしご自分の運命数を調べていない、または運命数の存在自体を知らなかったという方は、この機会にぜひご自身の生年月日から導き出してみてはいかがでしょうか。なお今回ご提案した宝くじ購入時に運命数を取り入れる方法につきましては、あくまでも占いの範疇であり、確実に宝くじの当選を確約するものではありませんので、あくまでも当たればラッキーという程度にお考えいただければと存じます。しかしながら古来より信じられ現代にまで長く伝承されているという理由を勘案すれば、この運命数はあなたを取り巻く状況を一変させ、人生を好転させる大きな可能性を秘めていると当チャンネルは考えます。信じる者は救われる、この一言に全てが集約されているのではないでしょうか。貴重なお時間を割いて当動画をご覧いただきました皆様のご多幸をスタッフ一同心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。これからも開運に特化した有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。